天才的なタイトル。皆さんは漫画タイトルの意味が分かって鳥肌が立った作品と聞くと何が思い浮かびますでしょうか。漫画の中には最後のタイトル回収の仕方で絶賛されている作品が存在します。ということで今回は天才的なタイトルと言われている作品を6つご紹介したいと思います。鳥肌が立つようなタイトル回収もありますのでぜひ最後までご視聴ください。遊戯王、一つ目に紹介する天才的なタイトル作品は遊戯王です。ストーリーはもともといじめを受けていた主人公の遊戯が千年パズルを解いて別の人格を宿し、その闇人格がいじめていた者たちをゲームを使ってお仕置きしていくというダークファンタジー作品です。途中からカードゲームを軸とした物語に路線変更して人気急上昇となりました。この一からゲームを作り上げた高橋和樹先生の評判は今でも根強いですよね。そんな遊戯王なんですが、終盤のタイトル回収が天才的だと言われているのをご存知でしょうか。最初は遊戯が闇遊戯と共にデュエル王を目指していくことから遊戯王というタイトルだと一般的には思われていました。しかし遊戯王における最終章である王の記憶編でそのタイトルの意味が明かされます。実は遊戯の中に現れた別人格の闇遊戯は古代エジプトのファラオだったことが判明します。そして闇遊戯の本当の名前はアテムで、3000年前に父の後を継いで王座につきましたが闇の大神官との戦いに負けたという話でした。しかしただでは死ねなかった彼は闇の大神官を道連れに自身の魂を千年パズルに封印、その後に遊戯が千年パズルを解いたことによって遊戯の中に別人格として復活することになりました。そして最終章で全ての記憶を取り戻したアテムと遊戯で、アテムの魂を安らかに眠らせるための戦い、遊戯 VS アテムが始まります。つまりこの物語は遊戯とアテム2人の物語の遊戯王だったんです。そして決闘の末に武藤遊戯はアテムに勝利、内気だった遊戯が自立することを示します。さらにその遊戯王最終話でのサブタイトルが遊戯王となっているんですよ。これは遊戯とアテムの間に空白があり2人の別れを示しているんですよね。いやこの8年越しに綺麗すぎるタイトル回収をして完結させる高橋先生は本当にすごいですよね。この遊戯王のタイトル回収に対してファンからは、遊戯王の最終回のタイトル回収はマジで歴史に残るほど綺麗で大好きといった声が上がっていましたね。最終回では2人の戦いの中でも懐かしいカードが出てきたりと感動要素が散りばめられています。まだ未読の方はぜひ読んでみてください。ゴールデンカムイ、次に紹介する天才的なタイトル作品はゴールデンカムイです。ゴールデンカムイは野田悟先生の作品で、北海道を舞台に元軍人の主人公である杉本彩志が金塊を求め、アイヌ人であるアシリパたちと共に冒険するサバイバルバトル漫画ですね。この作品は登場人物の頭のネジが外れていたり、モブキャラだと思っていたキャラがめちゃくちゃ強かったりとぶっ飛んだ作品ですよね。そんなゴールデンカムイもタイトル回収が天才的だと言われているのをご存知でしょうか。2014年から連載されているゴールデンカムイですが、タイトルが何を意味しているのかなかなか語られることはありませんでした。しかし2021年3月の271話でとうとうタイトルについて触れられることになりました。271話では杉本たちと近海をめぐって敵対関係にある鶴見中尉がアイヌと黄金の関係について語り始めます。簡単に説明するとカムイというのはアイヌ語で神様という意味で、アイヌの考えだとあらゆるものにカムイが存在していて、人々の役に立つカムイもいれば不幸を起こすカムイも存在しているという話でした。そしてアイヌにとってはもともと金貨は何の価値もありません。むしろ人々が砂金を掘るようになり、川は濁るし、人々は富を求めて殺し合いをしてしまうし、いいことは一つもなく、アイヌにとって金は災いのもとでしかないと考えられていました。しかしアイヌの考えではあらゆるものにカムイが存在する、多くの人間たちを狂わしてアイヌ人を危機へと追い込む金塊にもカムイが宿っていると考えるなら、それはいわばゴールデンカムイかと鶴見中尉が話すんですよね。ここでタイトルが回収されることになります。このゴールデンカムイに対してのタイトル回収を聞いてイメージがガラッと変わった方もいるのではないでしょうか。このゴールデンカムイのタイトル回収に対してファンからは、マジでゴールデンカムイのタイトル回収はしびれたといった声や、いや主人公じゃなくてお前がタイトル回収するんかいといった声が上がっていましたね。ゴールデンカムイは完結した作品なので現在まとめて読むことができます。気になった方はぜひ読んでみてください。進撃の巨人、3つ目に紹介する天才的なタイトル作品は進撃の巨人です。進撃は伊佐山はじめ先生による作品で、主人公のエレンが仲間たちと自由を求めて巨人と戦うファンタジー作品ですね。最終回読んだ後にもう一回読むとき、この時のこいつこんなこと考えているんだろうなって読むとまた違った楽しみ方ができますよね。そんな進撃の巨人のタイトル回収の際には誰もが衝撃を受けました。連載が始まった当初は巨人が敵として進撃してくることから進撃の巨人だと言われていました。実際巨人が町へ侵入して住人を食べるシーンはインパクトの強いものだったので、タイトルの意味を疑う人はいませんでしたよね。しかし進撃の巨人というタイトルには全く別の意味があることが88話で明かされます。実は主人公であるエレンが継承していた巨人の能力が進撃の巨人という名前であることが判明します。つまり進撃の巨人というタイトルはエレン本人を表していました。これを初めて聞いた時は鳥肌が立った方もいるのではないでしょうか。そしてそのタイトルの意味の変化に対応して単行本の表紙も変化していることに気づきましたでしょうか。単行本1巻の表紙ではエレンが巨人に攻撃しようとしています。しかし単行本33巻では巨人になったエレンに対して仲間たちが攻撃しようとしている構図になっています。このエレンの立場を真逆にすることでタイトルの意味合いの変化を表しているのではないでしょうか。
でしょうか。進撃の巨人のタイトル回収に対してファンからは、進撃の巨人は本当のタイトルの意味を知った後でもう一度見ないといけない作品といった声が上がっていましたね。この作品は伏線の数が本当にすごいので、何度も読み返していただきたい作品です。興味のある方はぜひ読んでみてください。僕のヒーローアカデミア、4つ目に紹介する天才的なタイトル作品は僕のヒーローアカデミアです。ヒロアカは堀越康平先生による作品で、無個性だった主人公緑谷いづくが最高のヒーローを目指していく話ですね。ただヒーローが悪を倒していく話ではなく、悪側の信念もしっかり描写されているので深い作品ですよね。そんな僕のヒーローアカデミアの衝撃的なタイトル回収をご存知でしょうか。主人公のデクたちヒーローが通う遊泳高校は別名ヒーローアカデミアと呼ばれています。つまり僕のヒーローアカデミアというのはシンプルで分かりやすいタイトルだと思われていましたが、実はそれ以上に深い意味を持っていたことが後半明らかになります。その意味が明らかになったのは324話未成年の主張です。ヒーローの敵であるヴィランとの全面戦争が始まり、多くの一般市民は高いセキュリティを誇る遊泳高校に避難してきました。敵との戦いでボロボロになった緑谷は休むため仲間に連れられて遊泳高校に一時的に避難しに来ます。しかしヴィランの目的は強力な個性を持った緑谷自身なので、一般市民は緑谷を校内に入れることを拒みます。デクの仲間は市民を説得しようと試みますが、全く耳を貸してくれないんですよね。ここは見ていて胸が痛くなるシーンでした。そんな中大きな声を上げたのが緑谷のクラスメイトでヒロインであるお茶子でした。お茶子は目に涙を浮かべながら市民に対して、今この場で安心させることはできません。私たちも不安だからです。皆さんと同じ隣人なんです。だから力を貸してください。皆さんの力でどうか彼が隣で休んで備えることを許してくれませんか。緑谷いづくは力の責任を全うしようとしているだけの、まだ学ぶことがたくさんある普通の高校生なんです。ここを彼のヒーローアカデミアでいさせてくださいと話します。このセリフは市民だけじゃなくて読者の心も揺さぶったのではないでしょうか。このシーンはかつてデクが遊泳高校に合格した時にオールマイトからもらった、ここが君のヒーローアカデミアだのセリフと同じく、僕のヒーローアカデミアという作品タイトルの伏線回収をする形になりました。さらにこれは僕が最高のヒーローになるまでの物語だというお決まりのフレーズが、この時はみんなが最高にヒーローになるまでの物語だと形を変えたんですよね。このデクだけではなく仲間も一緒にヒーローへと育っていったことが感じられるいい話でしたね。このヒロアカのタイトル回収に関してファンからは、もはやおちゃこちゃんはヒロインではなく一人の立派なヒーローなどなど、いろんな声がありましたね。いや、感動させながらタイトル回収されるってすごいですよね。ヒロアカは今かなり盛り上がっているので、未読の方はぜひ読んでみてください。バクマン、次に紹介する天才的なタイトル作品はバクマンです。バクマンは大場小畑亮先生による作品で、高い画力を持った真城森高と文才と発想に長けた秀才である高木明人を主人公として、2人の少年がコンビを組んで漫画家を目指していく物語です。これを読んでジャンプで連載し続けるのってこんな難しいのって思ったのは僕だけではないはずです。そんなバクマンのタイトルにも実は驚愕の事実が隠されていました。実はバクマンのタイトルの由来は小畑先生が提案したガチマンという仮タイトルが大場先生に渡り、いろんな意味が込めやすいバクをつけて完成したと話されているんです。ではこのいろんな意味とは何だったのでしょうか。バクマンの原作者である大場つぐみ先生は本名、性別、生年月日が一切不明の覆面作家であることは有名ですよね。しかし一部のファンの間では大場つぐみ先生はガモーヒロシ先生なのではないかという噂も出ています。1993年から97年までジャンプで連載されたとってもラッキーマンが先生の代表作ですね。そしてこのバクマンのタイトルに関してですが、作中では漫画バクチという言葉が登場するので、当初はタイトルの意味はこれなのではないかと言われていました。しかしこのバクマンというタイトル文字には驚きの仕掛けがあります。バクマンというタイトルの文字の下の部分を何かで隠します。するとガモー先生の代表作であるラッキーマンという文字が浮かび上がってくるんですよ。いやー、この漫画博打という意味も混ぜつつ、この言葉遊びは天才ですよね。またバクマンの単行本1巻の表紙に転がっているジャンプの裏表紙にラッキーマンが描いてあるんです。これも偶然にしてはさすがにできすぎてますよね。このバクマンのタイトルに関してネットでは、文字選びが天才的すぎる、いや主人公の森高という名前もラッキーマンの足の裏に書いてある最高から取られてそうといった声がありましたね。ご紹介した内容以外にも作品について詳しい方はぜひ教えてください。鬼滅の刃、最後に紹介する天才的なタイトル作品は鬼滅の刃です。鬼滅は後藤家小夜春先生による作品で、日本の大正時代を舞台に主人公の少年が鬼と化した妹を人間に戻すために鬼たちと戦う姿を描く物語ですね。新しいアニメ化も決定しているので、また迫力のある映像でブームになりそうですよね。そんな鬼滅の刃の天才的なタイトル回収は皆さんご存知でしょうか。タイトルの意味はそのまま鬼を滅する刃なんです。
これは鬼殺隊が鬼を倒すのに特殊な刃を使用していることに由来するタイトルですね。しかし鬼滅の刃のタイトル回収は実はタイトルのロゴで行われていたんです。そのタイトル回収が行われたのは192話のめぐる縁というエピソードです。主人公の炭治郎はラスボスの無惨を倒すために火の呼吸と呼ばれる特殊な呼吸を使っていました。そんな火の呼吸には全部で13個の型があります。炭治郎は先祖の記憶をたどり火の呼吸を扱えるようになりましたが、最後の13個目の型の情報がなく使用することができなかったんです。しかし炭治郎は1の型である炎武と12の型である炎武が同じ読み方だと気づきました。そして最初の型と最後の型がつながっていると思い、12の型を繰り返すことで円環をなし13個目の型になると考えました。実はこの円環をなすという火の呼吸の秘密と鬼滅の刃のロゴがつながっているんです。鬼滅の刃のタイトルロゴをよく見ると鬼滅の刃という文字に円が描かれたロゴになっていることがわかります。つまりこの円は火の呼吸13の型は12ある技を一つずつつないでいくことで円環をなすということを意味する伏線だったんです。他にも円が鬼の字から始まり鬼の字で終わっているのも意味深ですよね。この鬼滅の刃のタイトルロゴに対してファンからはタイトルロゴが火の呼吸を意味しているとしたらヤバすぎないといった声が上がっていましたね。気になった方はぜひもう一度タイトルロゴを確認してみてください。はい、今回の話いかがだったでしょうか。紹介した作品に関して詳しい方はぜひコメントで教えていただけると幸いです。ということでチャンネル登録はお待たせしますので、よかったら他の動画も見ていただけると幸いです。ではまた。